チトワン国立公園、チトワン国立公園、チトワン国立公園、ネパール語は、中央ネパール南部の奈良谷県チトワン郡、マハーバーラタ山脈とチューリア丘陵の間に開けた、タライ平原の一角に位置する、ジャングルを保護する目的で設置された、自然保護公園。2006年の国王の権力停止に伴い、旧名称ロイヤルチトワン国立公園、ネパール語、からロイヤル、 の文字が削除された。1973年にネパール初の国立公園に指定され、さらに1984年にユネスコの世界遺産に登録された。ネパールは世界の屋根と言われるヒマラヤ山脈の山岳地帯のイメージが強いが、シトワン国立公園の標高は50メートルから200メートル程度で亜熱帯気候である。先住民のタルー族のほか、 山地から移住したチュトリやタマン族などが住む村が平原に点在し、四季を通じ水田、畑の農作物に覆われた色彩や雑やかな田園風景が広がり、平原の彼方にマナスルをはじめとするヒマラヤ山脈が遠望できる。東西 80km、南北 23km、総面積932平方メートルに及ぶ広大な国立公園のエリアは、 鬱蒼としたジャングルや草原からなるが、開拓で急速に失われた豊かな自然を保護する目的で、1962年にネパール初の野生生物保護区に、1973年には初の国立公園に指定された。さらに1984年にはユネスコの世界遺産、自然遺産に登録され、タライ地方随一の観光地として注目を集めるとになった。西は、 ナラヤニ川、北のラプティ川、東はパルサヤ製動物保護区が境界となっており、南部の一部はインドに国境を接している。公園内は、かつて王族たちの飼料地だったため、乱開発を免れ、大自然が手付け数のまま残っており、絶滅寸前のインドサイ、ベンガルトラ、ヒョウなど哺乳類は、約40種、ヌワワニ等の絶滅の恐れの高い動物や、コウノトリ、 サギ、インコなどの野鳥が生息している。また、野鳥の種類は500種類ほど。これは、世界の鳥類の5%に当たるで、世界一と言われてもいる。公園内の川には、淡水イルカ、沼ワニ、インドガビアル、その他の哺乳類や、爬虫類など40種以上の生息が確認されている。朝には必ずと言って良いほど朝もやが立ち込める。ゾウの背中に乗ってみる。 ジャングルサファリや、さらに広大な範囲を探索できる、ジープサファリ、ラフティング、カヌー、バードウォッチングなどのアクティビティを楽しむことができる。首都カトマンズから、飛行機で約30分で、首都湾国立公園の玄関口バラトプルに着く。そこから車で45分。カトマンズからバスなら7時間。観光客は入場料が必要で、許可がないと立ち入りできない。は、 典型的な農村であり、自然も人も極めて素朴である。シトワン観光の拠点は、ソーラハ村でラプティ川を挟んで、シトワン国立公園の北側に位置し、2016年現在、約80軒のホテルが集中している。ソーラハの中心部は、ガイダチョークと呼ばれ、ホテルの他に旅行会社、銀行、レストラン、両替店などが立ち並ぶ。ホテルへは、バス停、 出迎えが来ており、大抵はジープだが、時には馬車や牛車であることもある。ホテルには、電気が引かれているところと、電気はなく、ランプだけのホテルもあったが、現在は、ほとんどない。また、ホテルは、国立公園内に立地しているものとそうでないものとがあり、敷地内にあるホテルの方が、アクティビティの上で便利だが、宿泊費は高い。 サファリが観光のメインであるが、ベンガルタイガー、ヒョウなどに出会える確率は低いのが現状。ただ、このネパールにしかいない、一角祭には、時々出会える。鹿や野生のクジャクなどもジャングルで頻繁に見ることができる。タルー族の民家や生活ぶりは極めて素朴なもので、一見の価値がある。夜に催される、タルー族のダンスショーは、素朴なものである。 村から 3km ほど西のエレファント、クリーニングセンターでは、ゾウの保護と繁殖が行われ、約数十頭が飼育されており、見学できる。センターのゾウは、昼前頃の1時間、ソーラ派に面するラプティ川で水浴をする。観光客が背中に乗るアクティビティも行われている。もっとも、人気のアクティビティで、公園内を、ゾウの背中に乗りサファリを行う。 ジャングルでは背中に乗ったまま川を渡る。稀に気象動物にも出会えるが通常はサイなどがよく見られる。ゾウ乗り場は東西に2カ所ある。所要時間約90分。ジープによるサファリでジャングル内をガイド付きでクルーズし、ジャングル内にあるクロコダイルブリーディングファームや湖などを回る。野生動物を発見すると車を止め、ガイドが説明をする。多くのジープは 屋根のない荷台の席に乗るようになっている。所要時間約4時間。大木をくり抜いた数人乗りの丸木船のカヌーで川を降りながら野鳥やワニなどの水辺の動物を観察する。ガイド付きのジープ、または徒歩でラプティ川とその支流沿いを中心に鳥を観察する。3から5月の寒気の終盤が最も多くの種類が観測できる。所要時間2から3時間。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。